子育ての両立はなかなか大変だったんだよ。さんと村井さんではどっちがお前の好みなんだよ。たまに俺は男親だけじゃまずかったかと情けなく、やっぱり女親も必要だったかなってよ。お前のそれは深層心理的に母親を求めてそうで傷つくぜ。得意技もハイキックだったよ。いやあいつらじゃそれは見事にピン。本当につまらんやつだな。お前もこんなところへ来る暇があったら彼女の一人も。まったく長男はどれだけ叱っても遊び回ってたっていうのに、次男坊ならもっと親に反抗したらどうだって言ってんの。期待させる。バカ野郎、どうせ反抗するなら彼女お嬢様と寝たぐらい言ってるわ。お前は学がある割にスケールが小さいんだよ。
明日からしばらく検査なんだとよ。